改めておはようございます。あの、えー、今日の授業を始めさせていただきたいと思います。であのえっ、ー、と今までですねずっといろいろなことをやってまいりましたけれどもあの漢文まあこれもう毎回書いてるような気がしますけどあのまあ漢文訓読法なんかあの 毎回こう規則のような話ばっかりでですねえ全然その江戸文学との,その比較の話にならないじゃないかというえご不満をお持ちかと思うのであの今今日簡単にえとご説明をいたしますとあの実はまあこの漢文というのがあの日本でまあ高等学校ですねあの高校の科目にもなっているということでいろいろなその漢文の えとこう参考書というのが実はねまあ学校の教科書というのがありますけどそれと別にえといわゆる参考書というのがいろいろ出てます。それをこう見ますとですねあの大体、このやつなんか後でお回し,しますがあのこれはねえと私がね1979年大学の時に買ってるんですけどあのこの本屋さんの,このカバーがあってねでこれを見ると。 あの私の家の近くの本屋さんで買ったんですけどあの国鉄鶴見駅ビルって書いてあるんですがあの鶴見の駅っていうのがあってあるんですが今そのもう国鉄っていうのはねあのもう今ないのね日本にね。あの昔はは全部鉄道は 国有日本国有鉄道というやつだったもんで国鉄と言ってたんですけど今こう分割民営化というのをして JR というのになりましたのでこの国鉄鶴見駅ビルというのはもう今存在しないしそれからあのこのすごいですねこの名前がねこう天下堂という本屋なんです天天下堂という本屋さんであの私ここへもう毎日のように寄って。 え本屋さん寄ってたんですがあのこの「天下道書店」もあの悲しいことに今なくなってしまったので、えー、このカバーはなんかもう貴重品という感じですけどねまあそれはいいんですがあのこういう大体これ「基礎から分かる漢文」というあの非常に簡単な初心者向けのその漢文の参考書です。あの私ここれややっっぱり一応予習ををすするたためにまあ何冊かうういうやつを持ってきたんですけど あのこれなんかを見ますとね大体あの大きく言ってあのまあ基礎本当の基礎という部分がありえここはあのいわゆるまあ今までお話ししましたその訓点とかですね訓点についてとかえ書き下し文。 文についてとかまあ,あとまあいくつか誤報についてまあこの間お話ししました「おきじ」というやつとか「その再読文字」っていうまあそういうことをまあ解説してですねまあ今ちょうどもうですからここまで来てるわけです。それでその後はまはその後の部分が実はこの例えばこの本なんかでも分量が多いんですけれども。 あの句形っていう話に入るんですね。ね句う話にという話に入ります。で、この話に入りというのはあの実は、まあ、もちろんそ,のそれぞれの読み方とかということではあの一応勉強はしなきゃいけないんですけれども例えば、えー、これはですねあの否定、まあ、中国語でというか漢文で えこうなんとかじゃないというねこういう打ち消しの言い方というようなのはどういう言い方があるかとかあるいはえその疑問疑問文ですねえ疑問文についてはどういう言い方があるかとかあるいはえその反語というまあ疑問反語まあこれ近いんですが疑問反語にはどういう言い方があるかとかあのー いわゆる私鉛ですね。あの中国語で言えばえっ、ー、と、えー、チアオというような字とかね、リンなんていうのがまあ、そういうのに当たるわけですけど、そういうのが出てきたときに、えー、どういう風うに漢文では読むかとか、まあ、こういうようなまあ、もちろん私鉛があれば受け身もあるわけです。えー、こういうようなことをまあ順番にこう習っていくと。 いうことでこれはあとでもまた出てきますけど例えば、えー、と否定といってもいろいろ「まあ、プ」ーを使う場合「フ」という字を使う場合もあるし「ム、えー」という字ですね「ウ」という字を使う場合もあるし「フェイ」という字「ヒ」という字を使う場合もあると、まあ、そういうような話がこう出てくるわけですが。例えばあのー こういう「えー、とプーピー」なんとかという言い方と「えー、とピープー」なんとかという言い方はもちろん意味が、えー、違うわけですよね。でこう、えー、必ず「なんとか」じゃないという言い方であるとしたらあのこれはもう絶対にそういうことはないという言い方だけれども。 えー、プーピーだとするとこれはまあ漢文だと「必ずしも」というふうに読みますけどその必ずしも何ではない、まあ、つまり一種の「部分否定」というやつになるわけね、あのー、絶対にそうじゃないと、まあ、必ずしもそうとは限らない、まあ、そういうこういう違いみたいなことをこっちでは習うわけですけれど、まあ、この辺のことはあのー、実は中国語が分かってる皆さんには <laughs> えっと言うまでもないっていうか。 あの教えるまでもないことなのであの基本あのい,いくつか、えー、こう代表的なものに関してはあの紹介したいと思うんでもうか簡単にねもうこれは本当に簡単に、えー、紹介したいと思いますが、えー、今日そのですからこの「再読文字」というやつをこのあとやってしまえばですね、えー、ほぼ大体あのこの基礎編は完了で。 えこっちの方はもうごく簡単にやればいいのでこれであの漢文訓読法の,あのいわゆる基礎的な部分というかそれに関しては、えっと、卒業ということになりますのでえここからはもう実際の え文章をこうガンガン読んでいくということにしたいと思います、えー、あと一度ぐらいの辛抱ですので <laughs> あのこういうなんていうか文法の話はねあと一回ぐらいの辛抱ですからまあちょっとお付き合いいただければと思います <laughs>。えっとこのえ大事な大事な大事なこの参考書ってこれなんかもねあのなんかえっと今えっと日本で何てうんですかね「ブックオフ」とかっていう 古本屋さんがあるんですよであんなところでねこんな400円ぐらいでもともとそんな高い本でもないんですけどあのえらい安く売ってるんだねこう誰か大学受験かなんかが終わっちゃった高校生が売ったんでしょうね <laughs> あのそれで、えー、それを安く買えるというものであのこういうのがたくさんあります。ちょっっとととパパラパラとこう見ててて、まあ、どんなことを勉強してるのかっていう 参考にはなると思いますのでそれで大体こうやってることは同じであのあまあこれ順番に全部習うわけではないですけどいわゆるその句法という話があってそして最後の方はあのそういう文章の実例というかね実際にその文章を読むという、まあ、そういうような練習になって多分こっちも同じだったと思います。最後にはは、えー、これはあれあかかなうんどっちといいうとそういうそ 文法のことだけあでもそうでもないですね監視の干渉なんてね遠園名の C なんて出てきますのであのこういう感じだと思いますどうぞこれご覧くださいじゃこれこれはこっちからはいえっ、ー、とそれではあのー、まあ今日のところへということなんですけれども、えー、まずはあの前回のお前回のお宿題の えーと答え合わせと言いますかまあそれをやってみたいいと思いますそれでえ書き下し文と書いてあるやつなんですけどあの実はまあちょっとこう私も漢文訓読の授業ってえと日本では普段やらないもんですからねあの大学の方ではやらないもんですからあの今こうなんか試行錯誤というかいろいろこう失敗しながらやっておりますけど。 あの一つそう言われてみれば、えー、ちょっとこう反省と言いますかねあこうすればよかったっていうようなことがあったんですけれどあの確か一番最初の授業の時に、えー、私が高校生の時に使っていたあの漢文の教科書で「あの論語」のねあの部分をこうお見せしたでしょ。そそれでのの、えー、の昔学学生生、まあ、江戸時代やなんかの学生は あのその論語の文章を、まあ、いわゆる「素読」というのをやってねあの前に、えー、書きましたですねあのとにかく「素読」というやつなんですけど、まあ、とにかくその論語のテキストをまず一冊自分で持って、えー、そしてえー 先生がまずはその文章を読むとでそれをあの学生さんはそれについてまあ読むということですね。それでまあとにかくその声に出して読むというところがまあ一つのこう昔の教育法のまあ意思のみそだった大事なところだったんですね。でこれはあの今でもあのまあこういう漢文訓読っていうのは大事であるっていうことを言う人が えそのつまり漢文訓読法っていうのはまずはテキストを目で見ますよねあの漢字ばっかりあるテキストを目で見てそしてえっと口でつまり声に出して読むそしてその声でよ出して読んだものがまあ,ある意味ではまた耳から入ってくるということであの非常にこうなんて言うんでしょうねあのこうフィジカルなといいますかこう体を使って え勉強しているという、まあそういうのが昔の勉強法だったということなんですね。今のまあ我々の読書っていうのはだいたいこう黙って本を読んでますから、あのこれはもうもっぱら目の働きでしょ。あんまり口とか耳とかはこう関係ないんですよね。だからあのなんかこう漢文っていうのはあの昔の人にとってはまあなんかこう一種のえなんつったらいいんでしょうね。 今で言えば体育あの運動の授業みたいなところがあってやっぱりその体を使ってこうやるとだからこそ逆にえっとその読み上げたその表現っていうのをよく覚えちゃうというまあそういうことにどうもなってたみたいなんですね。ですからあの私もこの授業で <laughs> もっと皆さんに声を出して読んでいただければよかったということを えー、ちょっと反省したわけです。だからあの今日からはちょっと、えー、全員参加シリーズで、あのー、皆さんにあのー、声を出して一緒にですよ。だけど読んでもらおうというふうに、えー、思っております。で、あのー、昔の人はあのー、なていうかね、これ漢文の勉強やなんかでもまあ その素読とかやるときに、まあ、もちろんあの漢文訓読読して読むわけですね例えば「えー、詩いく学んで時にこれをなろうまた楽しからずやなんていうようなあまた喜ばしからずやなんていうようなやつをあの口に出して読んでそうすると先生はあの別にそのうんこれはこういう意味ですよっていうようなことを解説したりとか昔はあんまりしないんですね。 でもうとにかく読んで、えー、何度も何度も読むということなんですでその辺が、まあ、日本にというか、まあ、これもともとは中国の言葉なんですけど、あのー、その読書百編「いいおのずから現る」という、まあ、そういう言葉があるんだね。 ここれれははずからですよこれはまあ現るとまあ今だったらねこれ普通「援の方の字を書くとね「玄」の方の書くと思いますけど「読書百遍いいおのずから現る」というまあそういう言い方があってでこれはもう何て言うんですかねあの今から考えれば考えるようによっては何ていうかこうめちゃくちゃな話で。 とにかく100回読めって言ってるわけですで100回も読めばだんだん分かってくると言うんですねだけどそれだったらその例えば、えー、先生に聞いたら意味が分かるじゃないかとかあるいはその辞書を引いたら早く分かるじゃないかとかまいろいろ反論あり得ると思うんですけどとにかく えー、もう何回も何回も繰り返してこうもう体でその表現というか文章を覚えてしまうでそうすれば意味はおのずから分かってくるんだという、まあ、そういうような教育法だったんですねこれは。であの、まあ、ちょっとあのこれはどうでもいいんですけどあの実はこの言葉はあのやっぱり中国の古典にももともとある言葉でこれは、えーとですねね、読書百編。 ある、これやっぱり四字にしないとねで、あるいいいいなんですねいいツー支援とまあこの場合はまあこの支援はまあこっちの支援と同じような意味でしょうねあの現れるというね「うしゅうぱいぴえんあるいいツー支援」というまあそういう言い方があってでこれはあのえっ、ー、と例のその三国史かなんかに出てる三国史古い聖史の三国史に えー、出てくる言葉らしいですね、あのー、三国志の、えー、義士という、えー、義書ですね。でその中でなんかこれはあのー、どういう文脈で出てくるかっていうのを読んでいるとなかなか面白いんですけど、あのーこれ東,えー、東宮という人の東宮という学者の。 電気の中に出てくるんですね。で、この東宮っていうのはまあなかなか、えー、優れた学者だったらしいんですけれど、えー、その人のところに、えー、いろいろお弟子さんがですね、あのー、私は先生に直接ついて、えー、勉強したいって言ってこう言ったらしいんですね。で、そうするとその陶工は、えー、まあ、それをみんな断る。 でなんでどうやって断ったかっていうとああ,ああいうふうに言って断ったっていうんですね、えー、要するに自分で、えー、先生なんかに教わらないで。 えー、自分で100回本を読めばだんだん自分で分かるようになるぞという、まあ、そう言ってあの断ったという話なんですね。でまあこれは、えー、いいのかどうかよく分かりませんけど、まあ、そういう文脈で出てくる言葉でこれまあ日本でもあの、まあ、ここの文脈に関しては私も今回調べて初めて勉強したんですけれどあのこの言葉自体はもうとにかくよく使われる言葉で。 あのまあ、これは本当に昔の人の一種の勉強法なんですね。でまあ、我々もあのそれで実際にあの、まあ、声を上げて読んでいただいてですねで、えー、と一応そのここ多分日,日,日文系、えー、と日文系の皆さんが多いと思うんだけれどもあの日本語を勉強してますよね。 で、その日本語を勉強してる中で、えー、とこの漢文訓読体漢文書き下し文っていうのはあのこれはもう間違いなく日本語なんだけれどもあのやっぱりその漢文書き下し文のこう特有のリズムみたいなものがあるわけですね。あの普段使ってる。 えー、話し言葉とは全然違うその漢文書き下し文のリズムっていうのがあるわけです。でこの辺りをでこれがまあ一番最初にまあお話ししたその日本語の中での,あの漢文脈っていうものがあると和文脈漢文脈っていうものがあるっていうことがありますけどこの漢文脈の理解っていうようなことにもねつながってくると思うんですね。ですから あのまあせっかくの機会なので、えー、ここでその皆さんには、えー、このまあ一種の漢文のリズムみたいなものをそれこそあの体育の時間みたいなもんで、えー、体で覚えていただくといいというふうに思っていますでこれはあのえっ、ー、とこない特にあのこの詩に関してね、えー、この中国の特にその中国の詩でこれは日本では 五言とか七言とかっていうことは出てこないんだけれどもやっぱり漢詩のこの書き下し文漢詩の訓読っていうのはやっぱりそれなりに詩になってると思うんでねあの要するにでそこのところあたりもあの実際声に出して読んでみると多分よくわかるので、えー、そこら辺をまあ少し練習をしてみようかというふうに思っております。 こういうなんていうんですかねあのまあ言わざと言ってもいいのかもしれないけどこういうものは例えば本は百回読めば一人でにわかりますよなんていうのではあんまりこうなんかちょっとありがたみがないというかねあのー、ダメなんですよねでこれやっぱりえっ、ー、と読書百遍いおのずから現るっていうのは あのなんかそういう言い方をするとこうピシャッとくるわけでしょだからそこら辺のやっぱり言葉の多分リズムだと思うんだねこれは多分中国語だったら、あのー、普通の3文で言うよりも、あのー、まあ大体四字の熟語っていうのがありますよね四字の熟語でこう言うとなんかものすごくピシャッとこう何か物事をうまく表現できるじゃないですか。 あの感覚なんだと思うんです。日本における漢文というのはね。だから、あのそこら辺を多分、あの、こう感じて、体で感じていただければ。一番いいということなんだね。うん、読書百遍いいおのずから現るって、これ読書百。ちょっとこれは関係ないですね。あの、はい。えと、それでは、あの、そういうことを。 一応踏まえて、まあ、こういうもう理屈はいいので、もうどんどんやりますから <laughs>。えっと、この間の宿題じゃ、ちょっと、あの、見ていただいて。最初のやつは、まあ、漢文書き下し文に改めなさいって、この一番の部分は。あの、これはもう、とにかく書いてある通りにやればいいので。あの、ここはもう、なんて言いますかね。とりあえず、読むだけで、いいんじゃないかと思うんですが。じゃ、あここからやっていきましょうか。これ、まず、読んでください。 そうですね、えー、一「聞いて」っていうと、まあ、そういうふうに穏便化する場合もあるけれどあのなんとなく現代語っぽくなっちゃうんだよね「一を聞きて持ってし銃を知ると」えー、とそれじゃあ私について皆さん一緒に読んでくださいはいいきますよ「えー、一を聞きて,聞いて持って銃を知る」持って。 持ってだなごめん直しますもう一回やります一、えー、じゃあ続けてやっちゃう一、えー、を聞いて持って十を知るそう持って持って持って,持ってって言うと持つになっちゃうんだねこれはね持ってなんですねこれはね、えー、なかなか難しいですね日本語ねなんか最近こういうあのまた余計な話になっちゃうけどあのなんか日本語のこう 中国の「姿勢みたいなものすごいこうイントネーションはないけど日本語でもこう一種のアクセントっていうのがあってえ東京と関西だとこう全く逆だったりなんかすることがありますよね。お箸なんていうのがあってねあのクワイズねあれはうんと僕らは箸だと思ってるんですけどあの関西に行くとこれは橋なんだよね。それでででブリッジのははねあの東京では橋ですけど あれは箸ね、そうなのかな。まあとにかく逆になるわけなんだしねけどね。でそういうことがあるし、あのー、なんか最近そういうこの間テレビでやってましたけど、あのー、若い人の言葉がなんかそういうこうイントネーションがなくなってるっていうんだね。なんかみんな平らに読んじゃってる。だからあのー、なんだっけ学校の あのクラブ活動っていうのがあって、えー、と僕らはそのクラブって言ってたんですよねクラブ今それなんかクラブっていう風になんかまあクラブっていうのはまた別の意味だったりなんかするけどね変な飲み屋の名前だったりなんかするんですけど <laughs> あのでもとにかくそのなんか平らになっちゃうっていう傾向が全体としてあるみたいなんだねでまあそういうものをどうするかっていうことをこの間議論してましたけどねあのでやっぱり 特にこれは NHK の番組でやってたんだけどあの普段の人がまあどんなこと喋ってても、まあ、これはあんまり問題にならないと思うんだけれども NHK のニュースなんかでねこう土地の発音をしたりなんかする時にこれはやっぱりある程度標準的な発音をしてもらわないと分かんないよね。 でそれであの大変問題なんだという話をこのよしてました、この持ってとかね、持ってとかいうのもなかなか難しいですけど、まあ、これは持ってね、持ってだよね、はい、失礼しました、間違えちゃう、えー、った。それじゃあ次ね、じゃあ一応かか、うん。そうですね、用糖だね、糖ですね、これね、用糖 頭は刀でしょ。これね。よう刀を掲げて苦肉を売るだね。あ、はいじゃあいいですかね。えっとじゃあ読んでみましょう。よう刀を掲げて苦肉を売る。売るね。こうやってやっぱり読んでみるといいでしょ。あのじゃあ次も行きますからね。じゃあはいはいじゃこう次のその先ずれば。 うん、これも先んずればって読むのね、これちょっとあの反則だね、これねあの訓読みにします、先んずればね、うん。これも送るればなんですね、ちょっと難しいよね、送るれば、送れるね、先,先と送るとこうなってるね、送るれば、すなわち。はい、はいいいいですね ただ漢字で書いちゃうとここの字をどう読むかってのは分からないんだけどこれも要するに先んずればとこううこ,こはがちょっと訓になるんですねえさじゃあちょっと半分ずついきましょうえ先んずればすなわち人を制しえ送るれ,ればすなわち人の制するところとなる。 ははい、はいそうですね私、人って発音できないんであのこれは皆さんき今気をつけてやったけどえ人ですからねあの人ねえ人私できないんですこの発音が人になっちゃう、えー、これは東京の人間でして、はいえー、とそういう難しいんですこの辺もね、えー、はい、えー、とそういう次ですねじゃあ、劉、えー、さん小王だね。 ああししょょううでいいんだよ。あこれもね「かい」と読むんだよこれあの昔の仮名遣いで「くわい」なんだけど「かい」と読むんですねこれ「かい」「か、え、い、え」より始めようっていう話だねこれね「かい」のためにですね「かい」のためにそうそうそう「うんうんうん。うんうん そうですね。それでいいですね。このちょっと、あの、えっと、解離点がややこしいけど。えっと、小王、解意のために、このくこれが、まあ、ちょっと、この、金がね。あの、今だったら、解意なんですけど。えっと、昔の、その、歴史的金遣い、は。あの、こういうふうに、えー、今よりも、より、複雑なっていうか、あの、書き方をしてるんだね。で、これ。 えとつまりこれは何だっけクワイだっけクオクワイだよねあの人がいるでしょ会より始めようのねでこれクワイという中国語の発明音ですよねでこれはだから昔はクワイというふうに書いてで今の例えばこの字は会じゃないこれも日本語でも会だよね回転なんていう時の会なんだけどこれはもともとの中国語の音が 違うわけでしょこっちは「ほい」だしこっちは「怖い」だしねでこっちはだから「かい」なんですねもともとね。でつまり昔はあのそういう使い分けをちゃんとつまり中国語の音が違うんだから日本語のかこのふりがなも当然変えるっていうことをやってたわけですよね。だだけどあのいつつののにかか、まあ、中国語語音つまりもう日本語なんだから 書いていいじゃないかってんでえと今はこっちももうあの普通の場合はねあのこれも「書い」というふうにえ振り仮名を振るようになってしまっているんですね。でまあただその漢文の古い,古い書物の場合はあのこういう昔の仮名遣いで書いているということなんですけど理由はそういうことなんだね。要するにえ中国語の発音が違うわけだから これは日本語でもちゃんと発音を違うように表記を変えて書いてたんです昔はねでだんだんそういうことがわ忘れられちゃってあのみんな同じになっちゃったと <laughs>、えー、いうことなんですでうんと今のはじゃあこれもまた読んでみますけどはい、えー、じゃに小王会のために」めにでここは多分これ、えー、とーこの「んという字はね「宮」という字は「 あのー、おそらくここは多分こう日本語でこれ「宮」っていうと、あのー、なんか神社みたいな意味になっちゃうんですよね。で多分ここはだから「コンティエン」の意味でしょ宮殿の意味でしょだから多分これは今竜さんやっていただいたようにここでは「宮」と読んだ方がおそらくいいんじゃないかと思います。だから「えー、と宮を改築しこれに支持す」。 あごめんなさいやってねじゃあ「9」を改築しこれに支持す,支持す、うん、というふうにねあのやった方がいいんじゃないかということですねじゃあその5番目は一応読んでみてもらっていいですか「悪の」ってやつね「うん<え>持って,、ね、持ってえいいですねはいはいえー、悪のいですねを持って これをなすことなかれというやつでね。はい、これはまあ、あの最後のうっていう、あのなかれっていうのが全体にかかってるんで。これはあの上下なんていうね、点が出てきますけど。<laughs> じゃ、これもやってみましょう。えっ、ー、と、悪の生なるを持って。はい。これをなすことなかれ。これをなすことなかれ。うん、というね。まあ、だから、なんかこう、今日のやつ、みんな短いんだけど。 なんか例えば「一」を聞いてまあこれは「持って」っていう字が入ったり入らなかったりするけどね「一」を聞いて「十」を知るとかさ「の悪の小なるを持ってこれをなすことなかれ」なんていうのはもうそれだけでなんか日本語としてはもうちょっとしたことわざというかねあの聖語になっちゃうんですねこれねあそれから「用途を掲げて苦肉を売る」なんていうのはまあもうごく普通に。 使ってる言葉ですよね。これもね「妖刀苦肉」「やんとう売ろ」っていう言葉が、まあ、中国語だと「四字」になっていますけど「妖、ま、刀、あ、を掲げて苦肉を売る」っていうのはあのよく今日本でも使われる言い方であのこの辺はだからみんな漢文訓読から我々が習ってる言葉なんですね。 それじゃあその次はですねこれ2番目はもうちょっとややこしくなってあのこれはこの間やったそのおき事の問題が出てくるんだねだからこれはちょっとあのえ字で書いてみないとわからないんですがなんかこの間も出て書いたような気がするねなんかじゃあこっちえっとねこの1番のやつはじゃあやってみてもらっていいちょっと一応書いてもらっていいですか うん、さあさあうんそうですね「いい」という字は、まあ、ちょっとややこしい字ですけど「<laughs> ひさぐ <laughs>」「ひさぐ」ですね うん、そうですね、えー、とここのところは、あるいは,はひょっとするとこれ漢字でいいのかもしれない、えー、この場合はね、あのーえー、はいはい、そうですねどうもありがとうございます。これでいいですね、あのーまあ、要するに、えー、と今のところでは、えー、これはあのもちろんあの有名なあのマオトゥンという言葉のね元になっているやつで漢肥師でしたっけハンフェイツ あの中に出てくる話で,でまあ「ソヒ」と「ニ」とこの「ニ」っていうのは送り仮名にあるのでまあそのままこれは書けばいいで「縦」と「矛」「瞳」のねこの「と」っていう字があのもちろんその「と縦」「瞳」のここに「ゆという字がまあ入ってるわけですよね。でこれはあのもう全く「&」の意味であのなんていうかいわゆるお記事になるので「 「えと,とこう」とその字が出なくていいと「ひさぐものあり」ということでねこれでいいですねじゃあ,あのここもまあ読んでみますかね、えー、じゃあ,あの少しずつ切ってやりますか、えー、じゃあ「ソヒトニ」はい「縦、えー、と矛と」はい「ひさ、えー、ぐものあり」 うん、というようなことになってね、えー、このアリは、まあ「あり」はまあんていうかこの場合はこれでいいんでしょうねあの漢字でそのまま書いていいんだと思います、えー、とその次がうんとこれはまあ読むだけにしようかじゃあ2番は一応読むだけでいってみましょうか「非常トニーだねトニーだね」 とに、うん。んいはい、そうですね。えー、いいですね。この席を。まあ、ここも、あの、まあ、かと呼んでも、まあ、間違いではないけど、まあ、席と呼んだ方が。まあ、わかりやすいかもしれないね。ええー、席を守らしめしは。で、この、えっ、ー、と。じという字がね、あのー、何々する人っていう場合には。 大体この「被さぐもの」っていうふうにこの漢字を残した方が分かりやすいわけですよね今でも今の日本語でも「何々なもの」っていうふうな言い方はよくすることあるわけだよな。でそれじゃなくて「席、えー、を守らしめたそのことは」っていうつまりその上の文章全体をこう指しているような場合には。 あのこのここで社を入れるとね何々の人みたいな意味と誤解されちゃうので、石、えー、をまあ石を守らしめしわの歯は、えー、ここはだからあの示しめしわは,はあの金にしてしまっていいということですね。それからもう一つは、えー、多頭の出入と非常とに。 えー、そなえしなりとでこれ最後の「なりも」も、あのー、この「なり」はね、まあ、大体出てきたら「あのなり」というふうに、えー、かなにしてしまっていいということだね。これこの文章はどっかで見たことないこれはどこに出てくるでこれ「韓国館って「ハンクワンじゃない、あのーえー、とーこれは四季の中で「公、あ、右、のー、本義 えー、シャンユーペンチーの中であのー、劉邦の言葉じゃないですか、あのー、劉邦が先に漢中へ入ってで関所の扉を閉めちゃうわけでしょでそこへ降雨は後でやってきてであのー、その降門の会というその本面地保意というね降、まあ、門の会っていうのがあってその時に降雨に怒られるわけですね。なんで えー、関所の扉を閉めたんだでその時にこれは劉邦があの言った言い訳の言葉じゃな、ね、いでまあ,あのそういうことでねだからこれも実は、えー、と季の中に出てくる言葉ですね「えー、席を守らしめしは、えー、多頭の出入と非常とに備えしなり」というね。 あの、そういうもんですね。じゃあ、あその次はどうでしょうね。じゃあ、あの、これもまあ、一応言葉でいきますか。読むだけでいきますか。うん、これ記すかな。<す>うん。一応動詞なのでね、まあ、キスでもいいと思いますけど、記すに。え、そうですね。これは、あの、ちょっと、まあ、教えてないことも出てきちゃったんだけど。あの、文の最後に、あの、まあ、要するに、あるいというね。 いうののが出てきたらこれはあののみなんですねそれでえっと書き下しの時にももうあのこれは漢字を使わないで「のみ」というふうにあの読むということです。これもあのどっかで見たことないこれ言った人誰この言葉「宗通意一民心あるい」「書は持って名声を記すにたるのみ」って。 書物、うん、これも式だね、えー、書つまりものを書くのは、まあ、書くなんていうことは、まあ、自分の名前が書ければいいんだって言ってるわけでしょこれはね、えー、自分の名前が自分の名前さえ書ければ十分だとこう言ったのはこれも幸運だね幸運本義の一番最初のところでね幸運はいろいろ勉強するんでしょ。なんんかその最初剣を学んで だだだけど剣を学んんっってて人しかか殺せなないいじゃ言うんだよねそれからこう書物を読む勉強をしてまあんなのは名前さえ書ければいいやともっと大きなことをするんだっていうまあそういうところで出てくるね「手術一書は持って名声を記すに足るのみ」ってねこれねえこのやつなんですねうんその次はまあこれも一応読むだけにしましょうかちょっとややこしいんですけどねやってみてもらっていい 君ってやつね。君、君これを殺すに。うん。え、そうですね。これね、do fail っていうような言い方が出てくるんで、まあちょっとややこしいですけど、まあ訓読としては君これを殺すにあらざるをえんや。で、こういうあの文末に文章の終わりに、まあこのこの字もまあやと読むこともありますし、あのここではですね、こういうやとか。 えいうような字が出てきたときに、まあ、これ、やですけどね、あのこれも仮名で、えー、書けばよいということであります。その次はもう、あれだね、えーあ、じゃあその次のやつはどうでしょうね、これはもう一回授業でやってんだけどね。はいうん、そうですね。 「友、えー、あり遠方より来たる」また「楽しからずや」というやつでねじゃあこれはもうあのこれもえと「楽しからず」のこの「ふ」という字ですねこれはあのもう打ち消しの字は常に、えー「かな」にしますし一番最後が「楽しからずや」というののや」はね「か、あ、な、のー」で書きましょうということです。えー、じゃあいきましょう。えー、ともありり遠方より来たる また、楽しからずや。ね、ええー、ということですね。日本で、あの。山形有朋って人がいて、あの、明治時代のね。あの、山形有朋の名前の有朋は、このようぽだよね。あの、ここから来てるんですね。それで、えっ、ー、と、この読み方は、今、ここでは。 「友あり遠方より来たる」っていうふうに読んでるんだけどあの日本の訓読でこれ「友の遠方より来たるあり」っていうふうにまあ訓読する場合もありますね。でつまり 中国語で読んじゃうと「ヨ、えーポンツイワン・ファンライ」ってまあそれだけの話になっちゃうんですけどあの前にもちょっとなんか評価したかもしれないけどこれはあの、えー、もう書き下しにはしないで、えー、今のは「えー、ともあり遠方より」 あ友ありですね友あり遠方より、えー、来たると、まあ、こういうふうに読んでいるわけですが、えー、これはですね、えー「友の遠方より来たる」。ここで ありとこういうふうに訓点をつけて読む場合もあるのね友の遠方よりりたるありとでそうするとあの、まあ、つまりこれはもともとの中国語の構造の問題なんですけれども若干意味が変わってきますでしょつまり、えー「友の遠方より来るあり」っていった時には「 この「あり」っていうのがまあいわば後ろ全体にかかって要するに東北からやってきた友がいるということになるわけでしょだけどこれは友達がもともといてで東北からやってきたというつながりになってこう微妙に意味がずれてるんだよね。 中国語のこの論語を考えるときにさてどっちがいいのかっていう話にもまあこれはねあの結論を出すのは難しいと思うけれど実は、えー、とこの漢文訓読をやってみるとこの辺の微妙な違いっていうのも考えるヒントに実はなるというねあのそういうことなんですね。えー、ここら辺、まああの 漢文訓読はいいんだという線であ時間になっちゃった <laughs> えとじゃああともうお急ぎでやってあの次にえっ、ー、とそれじゃあもう早速どんどん行かないと再読文字まで行かなくなっちゃうから <laughs> えっとその次ですね6番ですねえっ、ー、とこどこまで行ったんだっけ えちょうど一番最後まで行ったんだなじゃあ今度こっちだね、えー、とせいさんだなはい、はいえー、とこのすまってやつねこれはじゃあ読んでください。送る,、うん、るのかんだかんでこれはたりなんですねこれ読む時ね最後にねこのウェイという字が「芝、えー、はなお、えー、おいを送るのかんたり」というじゃあこれもちょっと読んでみましょう。えー、シバはなお おいを送るの間たり。うん、そうですね。このあのえっ、ー、とウェイという字はね、あのなかなか厄介なんですけど、あのちょうどえっ、ー、とここの今日の問題でいうあ言うと、ここの一番の問題の四番ね、さっき出てきたこの小王の 王解のたためにっってあったでしょでこういう場合はこれは「あのために」あの漢字でそのまま「ため」という字を書くんですね「このい」という字を書くんですねでそれから、えー、とこれはまあ要するに「何々のために」というちゃんと意味があるからなんだねでそれから、えー、とその次にこの5番のところでもこの同じ字が出てきて。 で、悪性を持って、これをなすことなかれと、なすという読み方をすることもあるよね。で、この時には、えー、これもやっぱりなすことなかれというふうに書くんですね。で、ただ、何々であると、いう時に、このウェイという字は、あの、たりと。いうふうには、時には、あの、かなでたりにするということなんですね。これは、まあ、いいよね。 えー「スーマ・ルンウェイ・ソン・ラ・オクアン」というこの句はこれ誰の句ですかこれ日本ではめちゃめちゃ有名な詩なんですけど「スーマ」になった人は誰でしょう、えー、これは習ってないこれ「白楽天」「バイチュイーイ」。 発狂、えー、楽天の詩は、ね、これはあの例のなんだっけ、えっ、ー、と、シアンルーフォンシへ。ボーリエンカンっていう、あの有名な句のある、あの詩ですよね。えー、なんか、代が長いの、そのシアンルーフォンシア。 えなんだっけ神父なんとかっていうものすごい長いあの詩がついてるやつでその中の句ですよね、それはいいんですけどえとそれじゃあその次ね7番、じゃあん傍らに人なきもののごとしとこのまあごとしっていう字はねこれ本当にあの一番最初にあ,のあれは何ですかね えー、我々が何かあのどっかの参考書をお配りしたときに、えー、この書き下し訓読の書き下しの方法はいろいろあるって書いてあったでしょう。でまあなんか言い訳だよねこれね <laughs> <あ>のいろいろありうると。だからこれ「ごとし」という字をかなにする、まあ、流派というかやり方もあるしあの漢字で書いちゃう流派もあるのでここら辺はすごく微妙なんですけど。<laughs> あの一応ここではね「傍らに人なきもののごとし」「ごとし」なんていうような字は「あのごとし」とこうやることもあるんですけどまあこれは「ごとしと」と、えー「かな」で書きましょうというんだね。じゃあ一応読みましょう「え傍らに人なきもののごとし」。 これは何ていうかこう普通中国語っていうか中国で「パン・ローウ・ウレン」という四字の句になるよね「パン・ローウ・ウレン」というねだけどえとこれもあの実は「パン・ローウ・ウレン・ジョー」という言い方で出てくるのは芝生の「式なんだねこの中ぶん芝生四季のあの言葉が出てくるけどね「あのパン・ローウ・ウレン」だった人はあのかの有名な あのえー、経過という人ですね「つ」「つ」「く」「りえ」「ちゅわん」えー「四角列伝」の中に、えー、出てくる芝生の四季の四角列伝の中であの経過の話としてそのこの言葉が出てくるんですねだからまあ、えー、と傍若日本語でも傍若無人っていうふうにもうそのまま言っても分かるぐらいの言葉になってますけどもともとは えー、式なんですね、はあ、じゃあその次は、えー、じゃあお願いできますでしょうかね「フンドの」フンドの「ぬるべからざるなる」あっこれ最後は「なり」なんですねここでは,えここではあの一応最後は断定の言い方なので「えー、とフンドの小」は「ヌルベからザルなり」と。 えと疑問なんかの場合には「や」というふうにね読むんですけど「ふんどの章はぬるべからざるなり、ねこうで」じゃあ一応読んでみましょう「えー、ふんどのし、はい、の章はぬるべからざるなり」なりうん、これはあのー、有名な「 あのこれを論語の中に出てくる言葉ですよねこれはものすごく有名な言葉であ,のあんまりまあでもこれ日中比較文学だからあのこういう話が実は大事なのであろうと思うんですけれどあの、えー、これの前にあるのはあの「 斎斧朝沈というね斎斗昼犬なんこれは、まあ、寝るってんで犬と読みますね斎斗、えー、は人の名前ですけど斎斗昼犬とでその後に、えーまあまに本当はあのー、もう一言あ言、のー、まずその修木は掘るべからずと修木は掘るべからざると。 そのシウムークティアオイエというのがあって、その後に、この。フェントゥチチアンというのが出てくるわけだよね。で、あの、これ、その、まあ、つまり、これ、孔子様が、で、シー、あ,あ、シー枠で、ここあの、出てくるわけですけど。あの、このサイヨという人がね、まあ、孔子様にものすごく怒られてる。もう、お前なんか、どうしようもないって、こう、めちゃめちゃに怒られてる場面ですよね。<laughs> でこれその孔子様がなんでこの人こんなに厳しく怒ったのかっていう話なんですけどでこれがこの2児なんだな「こう昼犬」っていうのねでこれはあの大体どういう注釈書今の中国やなんかでも注釈書を見てもあのまあ要するに昼寝をしてたというか昼間に。 えー、居眠りをしてたという、まあ、そういうことだっていうわけですよね。でそれでまあ皇室様が怒ったっていうふうに大体そういうふうにまあ解釈をしてると思います、あのー、これはね。で日本に江戸時代にですね荻生宙来まあこれはめちゃくちゃ有名な人ですけど今度はあのー 前にも出てきたその明代の古文字派とかまあ唐志戦の話なんかをするときにまたこの荻毘徳の話はしなきゃいけないんですけど、まあ、彼はあのこの「論語」の注釈を書いてるんだね「論語帳」あえっと、論語帳っていう本「えー、論語帳」という本があるんですね。それで えとそのオギフ生ライはあのやっぱりこの論語を読んでねで彼はほら古文字派ってなもんですからその知識の注釈とかじゃなくて、えー、論語の本文をあくまで自分で読んで、えー、その解釈をしようという、まあ、方法というかねそういう学派です。で彼はねあのやっぱりこの論語の本文を読んだ時にある疑問を持ったんだね。でつまりあのなんで孔子様が そんなに怒ったかとで「左右昼犬」って言うんだけどうんと昼寝をしてねなんか昼こうちょっと居眠りをしたぐらいで、えー、なんでそのお前はもうどうしようもないやつだってそんなに激怒するのはおかしいじゃないかとこう思ったわけです。だってね教室で居眠りしてる人はいないとは思わないしでそういう学生さんに全員にこう怒り狂ってたら。 大変だもんね <laughs>。で、それで、あの、ユーソライが考えたのは、あの、もっと。深いというか。彼は、これ、彼はね、もちろん、これ、何の根拠もなしに言ってるんではなくて。この、真という、この字を、あの、徹底的に交渉するんだね。で、その結果として、ここのところは、まあ、彼の、その論語帳の中の言葉ではですね。 えまあこう書いてあるんですよ「外洋仏寓延長延とまあこれでいけばね「あのけだし」これ「けだし」なんですけどね「けだし言ういふべからざるものありと」と、えー「けだし言うべからざるものあり」というふうにねあの解説してるんですが。 あのー、まあ要するにこの「神」という字はね寝、あのー、室だっていうわけです。で特にそのそれでその「外」「武空炎上炎」というねつまり昼間から何、えー、かしてたというそういうことらしいんですよ。というのが荻生空来の解釈でね。 ででそだからこそその皇子様はこれだけの,あの激怒したと、えー、怒り狂ったという、まあ、そういうのがね荻生宙来の解釈なんですね。でこれはあの、えー、とまあ分かりません、えー、その後今現在の,その国際的なというか全世界における論語の解釈で、えー、この牛生の まあいいですよねもうこれ以上説明しなくてもねあのこの「プークイエン」の意味はねあのもし分かんない人がいたらあの隣のトンシュエに聞いてみてくださいって <laughs> それで、えーとまあ、そ,それはだけどその国際的に、ね、この「そらいの説が採用されてるかどうかはからないんですけど、まあ、一応日本の江戸時代の人がね、まあ、そういうような。 えー、交渉をしこういうことを考えたっていうことはまあないわけではないという一応まあそういうご紹介ですね。うん、それ以外にはこんなこと考えた人はあんまりいないんじゃないかと思うんですがあのこれも何でしょうね日本的日本的感覚なんでしょうかねあの日本人は変なことばっかり考えちゃうというかそういうことなのかどうか分かりませんけど。 あの一応ここの、えー、有名なところなんであのご紹介しておきましょうえー、っとそれじゃあその次ね、えー、89番ねじゃあお願いします外人のために言うに足らざるなり、うんそうですね「外人のために言うに足らざるなりと」と、えー、ここはあの 「ざる」というのと一番最後のは「なり」はいわゆるお記事ですからもうこれもかなにしてね「外人のために言うに足らざるなり」っていうんだねこれってどこの文章の文句これ有名だよねこれ分かるよね。ねタオホワイワンね「十か元気」だねタオホワイワン G の中でね。だからこのの外人っていうのは まあ外人ってなんか日本語でね外人っていうのはまあよく使う言葉だけどあのこれはその十日元凶よりも外の人というまあそういう意味だからねえがじゃあみましょう「外人のためにはい」「言うに足らざるなり」「に足らざるなり」「なり」はいはいえじゃあ10番えっとじゃあリンさんこれ締めてもらって、はい「大臣」だね。 大震をして天下に行われしめんうん紙面ことをほすほすとちょっとこの紙面っていうやつはあのまだ教えてないやつが出てきちゃったんですけどあのいわゆる紙液ってやつだね、えー、大震をして天下に行われ紙面ことをほすと、えー、この C という字が出てきたら何々をして何々せしむっていう,う要するに 誰々々に何々させるといいう言い方なんですねですから「大震をして天下に行われさせたいと思う」という、まあ、そういう意味なのであります。でこの「何々セシムみたいな字はこれもやっぱり「カナにしてしまっていいというねまあ置き字っていうよりはちょっとまた別の概念かもしれないけどあのとにかく「かな」にするわけです。じゃあ一応あの読んでみましょう。大をしてはい 天下に行われしめんことを欲すんほっす。ということであの皆さんもだから何て言うか、えー、とこれ今日もまた今宿題をあの出しましたけどこのやつもあと、えー、でこう声に出して読んでみるとその辺の感じがよくわかると思うんだね。 やっぱり「1」を聞いて「10」を,10を知るとかね「1」を聞いて「10」を知るとかまあなんとなくちょっとそのう非常に整ってるわけなんだねこの「漢文訓読体っていうのはね普段のあのいわゆる交語に比べるとねだからそこら辺の感覚っていうのをぜひ 身につけけていただけると少なくともその違いが分かるというところはねあの大事なんじゃないかと思います次にその再読文字っていうのをやっています読文字ってやってまやっていますね、あのー 大体もういくつか限られたものしかないのであの今日やってしまえばあの大体済むと思うんですけれどもえ例えばですねこの「段」という字えあるいは「陰」という字なんですがあのこれはえとまさに何々すべしとこっちもそうですねまさに何々すべしとえまあそういうふうに えと一つの漢字なんだけれどこれを訓読するときにですね、えー、まず一回最初に、まあ、つまりこう最初に通りかかるときに一、えー、回「まさに」と読んでそれでその後あのーまあこれ必ず返り点もつけなきゃいけないんですが、えー、と最後に「何々すべし」というふうに必ずその「まさにべしと」と、ま、二、あ、回読まなきゃいけないっていうことなんですね。 でえー、とこの「断、まあ」と「陰」というのは、まあ、中国語の本来の意味も微妙にちょっと違うので「この断」は大体まさに「何々すべし」と言っても、まあ、当然「何々すべき」だとか、まあ、そういう意味ですよね。でこの「陰」の方は <laughs> あの「何々に違いない」というようなねあの、まあ、両方それは「因外」とか「何とか」って言っても でしまえばそれっきりなんですけどまあ微妙に意味は違いますが、あのー、これになると。で例えばあの例の有名なやつですけど「春秋空思案来」そうするとインチ「陰、え、地、ー、空思案死」えー、っとこういうのがあってでこれはあの、えーっと「君故郷より来る」。 でここで「えー、とまさに、ねえー、故郷のことを知る」でここにこのレテンがやっぱりいるんですねこの「知る」でこれはこの場合ちょっとあのー、大原則として、えー、とこの送り仮名は右下だって言ったんですけどこの再読文字の場合だけはですねあのこ、ー、こここにこうちょっとこれだから 漢文を、こうなんていうのかな、印刷するときにものすごい面倒くさいんですけど、ここら辺につくんですね、大体ね、まさに故郷のことを知るべし、べしというふうにね、こういうふうに読めというものなんですで。これはあのですから あちょっっとそうかかかかこれもせっかくだから読んでみますか、ね、えー、じゃあ前の句からね「その君故郷より来る」「故郷より来たる」故郷より来たるえー「まさに故郷のことを知るべし」「まさに故郷のことを知るべし」とねでそうなるでこれ意味は要するにあなたはあの故郷自分の故郷からやってきたんだからね えー、インチーーンチクーシアーつまりきっと故郷のことを知っているだろうとだからまあ私に教えてくださいという話なんですけどこれはだからきっと知ってるだろうというね、あのー、まあなんだろうね因外知道でいいのかな、あのー、まあそういう意味になるはずですよね。これがその「まさに」というこれは両方「まさに」というふうに読むのがあります。そ、えー、それからその次に えっと,という字があるんだね「しという字があるでこれはえと「すべからく」と読むんだね「えー、すべからく」「何々すべし」とこれもやっぱり最後は「べし」なんですね「えー、すべからく」「何々すべし」と。 一日、そ、えー、んちゅん、しゅちん、つい。え、今日、君を送るでしょ、えー。これもすべか。ここはね、えー、と、くと振るときもあるし、らくと振るときもあるんですけど。まあ、一応、らくと振っときますかね。すべからく、酔いを尽くす。べしと、これもまあ、しなんですね。これもまあ、だから。これはだから、すべからく。 酔いを尽くすべしこんなようなね今日あなたを送る、まあ、宴会で別れの宴会をやってるんでね、えー、しっかり酔うぐらいにお酒を飲まなきゃいけませんよと何々する必要がありますよという、まあ、B 州の州ですからねあの何々する必要がありますよっていう、まあ、そういう話なんだな。 えとじゃあこれも読むだけ読んでみますかね「えー、と今日、君を送る」「すべからく、酔いを尽くすべしと」と、うん、これも「水曜」でもいいのかもしれないけど「まあ、酔い」というふうにねあの一応動詞にして「酔いを尽くすべしと」と、まあ、読んだ方がいいかもしれないね、はいえー、そんなものです。 ここもどうですかねなんとなくその辺の感じっていうのがあとちょっとこれのこれのあ、えー、とは「ミンチャオ」これチンジーとミンチャオがつ、ま、い、あ、になってるわけですけど「えー、ミンチャオシアンイー」「ルーマンマン」というね 続くわけけですけど、まあ、明朝、えー「愛思えばだよね道満々とまあこれはもうそのまま読めばいいと思いますけど「えー、明朝愛思えば道満々とはるかかなた隔たっているんだなというまあしになって別れてしまえばね、えー、もうはるかかなた隔たっていますというまあそういう詩ですけど。 あのどうでしょうね、えー、もう一回読んでみましょうか「えー、今日、君を送る,を贈るすべからく、酔いを尽くすべし,すべし明朝、愛を思えば,思えば道満々」満々というような感じで。 えー、まあ要するにこれは中国の詩ですよねあの七言の詩なわけですけど、まあ、それを訓読したときにあのもちろんその韻だとかねそれから中国語は標則っていうものが必ずあるわけですけど、まあ、そういうのはもう日本語になっちゃうと標則の問題は全然出てこないんだけどやっぱり普通の,あのいわゆる口語とは違って。 まあ非常に口調がいいといいますかねあのリズムがいい感じで、えー、まあつまりその漢文訓読部隊自体がまあ一つの、まあ、それこそ前に言った「文語自由史」っていうのがありましたけどその文語の自由史にこうなっているんだという、まあ、そういうことなんですね、えー、そういう感じをしていただければと思いますこれはあの唐の時代の歌詞という人の詩ですね。 というのはね、えー、それからあとはあの出てくるのが「いい」という字がこれは「よろしく」あこっちだね「えー、とよろしく何々すべし」という、えー、こういう読み方をいたします。こう何々するのがよろしいというね「何々するのがよろしい」という、まあ、そういう言い方なんですねこれはね。 えこれは「ただ」とこれこういう字もまあ本当はねいろいろやらなきゃいけないところなんですけどこの「ェイなんていう字があったらまあこれは「ただ」っていうふうに読みますがねでこの「ただ」っていうのがあったら大体その後にこ,うこの「のみ」っていうのをまあつける。 つまりただ何々のみただ何々だけがという意味なんですけどただ何々のみこういか,いか,あのいかに続くというふうにこの「ただ」というのとまあこの「のみ」っていうのがねまあ一種のこうかかり薄いみたいな形で「ただ」と出たらその後に「のみ」というふうに来るまあそういうふうになってるんですねこれは一種のお決まりで決まり元でねえそれでここはえよろしく。 好意、えー、にあるあるべしとこれはよろしくですね。えー、人,人徳のある人人者だけが好意、えー、にあるつまりその高い地位についているというのがよろしいとそういうふうにあるのがそうあるべきだというねそうあるのがよろしいという、まあ、そういう言い方であります。 「ただ人者のみよろしく行為にあるべし」こんなことを言ったのはあの申しですねこれはね申しの中に出てくることある申しの中に出てくる、えー、じゃあ読んでみましょうか「ただ人者のみ,者のみよろしく行為にあるべし」。 うん、というようなことでね「あのウェイ連長イーザイカオウェイ」というのは「まあ、ただ人者のみよろしく好意にあるべし」というふうにねあの、まあ、そう読んでい、えー、くということです。えー、ともっと一番使うやつがあったんですねあのこの「ウェイ」というこれがそうなんです。えー、ウェイというう字がそうですこれは未だ 何々ずというねあの打ち消しの言葉ですよ、ね「ウェイ」っていうのはね、あのー、否定の言葉ですけど「いまだ何々せずまだ何々しない」という、まあ、そういう意味になりますので「いまだ」とあったらその最後にまた入ってきて「何々せずと」といまだ何々ずっていう、まあ、そういう言い方にまあなります。えー、なんとかねウェイ しえー「人いまだこれもいまだね帰らずと」とまああの「図」一字の場合はあのー、もうこの字で「えー、と図」というふうに読んでしまうので、あのー、送り仮名はなくてもいいですね。えー、この場合に「図」って書いちゃうと「図図」になってしまうので「あのー、人いまだ帰らず」という時は「あのー。 もうここは「送り仮名はいらないと」と、まあ、これも本当は書かなくてもいい、えー、人未だ帰らずつまり何にもなくても逆に言うと「帰ら」ここで出店で戻ってきますのでずっと読まないといけないっていうことなんだなこれはねこれがまあある意味では「再読文字」の一番基本的なところだったと思います。すみませんさっき今あの緊張ししていいたかかどどうかしないけどあの ノートを一枚飛ばしてやってしまったのですよ <laughs>。これが最初だったんです。失礼しました <laughs>。まったく。それで、えっと人今だ帰らずということで今だ何々ず。この今までのあの例文みたいなやつでもこのウェイを使ったのは随分出てきましたよね。でそうするとあの下が随分長いやつでも結局全部上とか下とか。 いうことで戻ってきてましたね。でそれはその再読文字だからなんですね。これは必ず最後にえっ、ー、と今だと最初に読んでもこうずというふうにあの読まなきゃいけないんで、えー、帰って小ざるを得ないというまあ、そういうことでありましてあのー、はいこれはもう一番最短の例ですけどね一字しかないからね <laughs> えっと人未だ帰らずはい。 「人いまだ帰らず」未らず「いまだ何々せず」という、まあ、そういう言い方だよね。えー、それからその次に「あのー、この酔う」というのがこの字も、あのー、これは場合によっては再読文字にはならない場合もありますけど、あのー、これは「なおほ」。 まあ一応ちょっと昔の書き方で書くとなほまあなおだよね。何何のえごとしと、なお何何ごとしというふうにえっと再読文字になります。まあこれはもうあのなんと言ってもこれがねあのー。 有名な論語の中に見える「徳」を「酔うプーチ」という言葉があってこの「酔う」っていうのがあのこの再読文字の意味の「酔う」なんですね場合の「酔う」なんですね。これはは、えっと、たるるなほばざるが ととしとこれもまあ「五」と「しで「しを国仮として振りますね「杉るはなお及ばざるが五としとまあこれももうあのなんかちょっとそういうことわざというかあの名言メイクみたいな感じで前からできてますけどね「杉るはなお及ばざるが五としと「やりすぎ」というのはね「及ばないの」と同じようなものだと。 やりすぎはこう及ばないつまりその足りないのというのと同じようなものだというまあそういうような言い方でこれも論語の中に出てくるるいの中に出てくる言葉ですね何々と同じようなものだ A, A, A はなお B のごとしというのはね A と B は同じようなものだというまあそういうようなことであります。じゃあ今度「過ぎたるは」っていうのもあの読んでみましょうかね。 えー「杉たるはなお及ばざるがごぎ杉たるはなお及ばざるがごしと「及ばざるがごしなんですね。はいえー、こんな感じで「なお」というのがあります。それからもう一つ、あのー、よく出てくるのはこの「ジャン」という字なんですね「まさに」というやつ。これはあのー、まさにと 最初に読んで「何々〜何、え、何、ー、センとす」ま、さに何々セントスというふうにまあ読むんですねこれはね「あのー、まさに」というのがあったら「〜何々センとす」「今にも〜何々しようとしている」のまあ何、あのーまあ、ていうか一応この再読文字のもうこの訓読み自体が あのそれなりに意味を表してるわけだけどね「いまだ何々せず」って言ったら「まだ何々しない」っていう、まあ、現代語に訳してもそのほぼ近い意味ですよね。でまさに何々せんとすっていうのはもうまさにまさしく今にも何々しようとしているという、まあ、そういう意味になりますのであの、まあ、いわば未来のことというのかなあ,のあるいは今にも何々しようとするという、まあ、そういう意味を表すことになります。 えー、有名なのはあれだよね「あのえー、ティエン・イワン・チアンウね」ねこれは「クイチュー・ライシー」というのが、ね、前に来て「えー、ティエン・イワン・チアンウ」とこう来ますので「田、え、園、ー」ンン「田園」は田園だねで。これはまさに えこれは「荒れる」っていうんだね「荒れんとす」とこれはだからあのこういう場合になんとか「千頭」まで送り仮名を振るんですね「えー、田園まさに荒れんとす」とだからこの一番最後の「す」だけがあのこの字で読むということになります。 クイチューライシーっていうのがあってる。この、えっ、ー、と。ンン東遠明の、あの有名なその、ききょの字っていうのがあるよね。クイチューライツーでしたか。あ、それのこの冒頭の部分なんですけど。あの、これはクイチューライシー。てんゆう、えんちあんう。それで、まあ、以下続きますけれど。あの、この。 悔中来詩っていうのをどうします <laughs> この訓読田園まさにアレントスはいいんですけど悔中来詩っていうのはねこれあの多分だからもうこの悔中来詩っていうのはおそらくこう陸長時代ぐらいの、まあ、結構交互的な言い方であるような感じもしますよね。でこれ、まあ、なんかだから細かく考えると あのなんかなかなかよく難しいというか帰り去り来たるとかいうのでもなんだかよく分かんないわけですねこれをそのまま訓読しちゃうとねでこれ僕なんか昔の日本人もなかなか大したもんだなと思ってるのはあのこの「食いちゅう来し」っていうのをねもうあのそういうなんかちょっと普通の訓読と。 の枠をこうちょっと外れてですね、この文字はえっとこれはだから金をどう振ってんのかな、まあなんだかよくわかんないけど、とにかくその帰り難いざってこう昔から読んでるのね。もうこれはあのもう訓読というよりはもう一種の翻訳に近いと思うんだけど、帰り難いざ田園まさにアレントスっていうふうに。 あの読んでるんででるすね帰りなんいざさあ帰ろうっていう意味なんですよねこれね、えー、この「帰りなんいざは」はまあこの食い注意来し本来の意味がどうなのかっていうのはなかなか難しいと思いますけどあの少なくとも「帰りなんいざ」というその文句に関してはなかなかあの名訳というか名文句だろうと思ってるんですけどね。あのこれは 多分まあおそらくそのやっぱり帰り去り来たれとかいうのじゃなんだかよくわからないっていうところからもうこれはね桃編明の気分としては「さあ帰ろう」ってわけですから「帰りないいざ」っていうねあのそういうふうにもう訳しちゃったんだと思いますね。ですからあのまあ貴来ののま字っていう,ふうにその えー、題名を言うときには「ききょうらい」キキというふうに音,音読しちゃ音読みしちゃにしてしまってるんですけどあのこれを訓読で読むときにはね、まあ「帰りなんいざ」というふうにあの読んでいるまあなかなかおしゃれな読み方ただしこれはもう本当にこの場合だけなんですけどね桃園名のものだけですけど、まあ、それだけ、えー、有名だったということではあろうと思います。 それで、えー、と実はあの今日皆さんにまた林さんに頼んで、えー、とこの宿題を出ししてこれはもうもっぱらその再度いわゆる今日やったその再読文字のね、えー、書き下し文にしなさいみたいな問題なんですけどあのよく見るとですねまあこうジャはまさにはあって、えー、あるんですが実はまあ他にもねあの 少し補足をしていきますけどあの今「辞案」というのがあってまあそれとほぼ同じようなあの使い方をするのにえこの「知恵」という「字と「ファン」というのもねこれも全部あのまさに「〜何々セントス」まさに「〜何々セントス」というふうにあの訓読します。これれちょっっとそういういののも入れてしまったので、あ、のー 一応そのところをちょっとあの補足をしておきます。それだけであと多分これで皆さんに問題なくできると思うんで。あそれではあのもちろんえっ、ー、とこの字はあの発音があったよね。えっ、ー、と知恵と知恵だったかな。あのえっ、ー、とまさにってつまり日本語で言うまさにって読む場合と。 それからこれ勝つと読むでしょ。何々勝つ、何々と何々みたいなね。A 勝つ B みたいな。その知恵勝つの時は、まあこれは勝つと読んで、あのこれは再読文字,字はもちろんないわけですね。A 勝つ B なんていう時は、あのただ勝つと読むだけで、あのひっくり返りはしません。だからこのまさにという意味のあの今にも何々しようとしているという場合だけあの再読文字になるわけですね。 えー、こんなやつも、まあ、あの例としてはあのいくつかありますけど基本的には、まあ、この「まさに」それからこの「断」の「まさに」と「陰」の「まさに」とね、えー、それからこの「酔う」いいね「あい」「なお」「何々のごとし」えー「よろしく」「何々すべし」という、まあ、大体そういうところに限られるんだろうと思います。あのこれも宿題 えーとまた同じようにあの書き下し文にしなさいという問題なのであのずっとあの同じような練習が続きますけど再読文字の書き下し文っていうのが実は大事であのこ,のこうなるんです。 つまり最初にあの出てきた時は漢字だから「まさに」っていう時は漢字なのそれで「アレンと「スッとこう2度目に読んでる時は「かな」でえ書くとつまり2回読むんだけどこれはまさかあの2回漢字で書いたらこれやっぱり変ですからあの後の方は「かな」にしちゃうってことねこれ全部全部そうです。 あの「なお」「何々のごとし」もそうだし、あのー、なんだっけ「えー、まさに」ってやつもそうだしねだからえっ、ー、といいことをあれしてもらった「まさに」「何々すべし」っていうこうなるわけです「あのー、まさに」の時はねそれから「あの陰」の時も「まさに」「何々なるべしと」とこういうような形、えー、それで、あのー、今日最初に あのなんか言い訳みたいにしてあの言いましたけどあと1回そのちょうど最後のえとこの句形というえいろいろな句形というのがあるのでまあそこをもうあのえこの「参考書」やなんかではものすごく分量のあるところですけどあのもう1回でやっちゃってしたがって来週をもって「漢文訓読」はあのこの基礎というか説明は。 あの皆さん卒業ということになりますので大丈夫ですねあの <laughs> もうバッチリだと思いますのであ,のあとはえいろいろな作品をもうできるだけえっとその江戸時代の人がまあ読んでいたというようなテキストを持ってきて。 えそれをこうコピーしてこう読むっていう方が多分雰囲気があるのであ雰囲気が出るので、まあ、できるだけまあそういう形でやってみたいと思ってますけどねあのもちろん江戸時代の人もあのその訓点送り仮名はちゃんとついてるわけですからあのその点はまあご心配なくということであの、まあ、そんな形でこれからやってみたいと思います。 えっとなんかご質問とかありますかあのー、よろしいですかね、えー、だいたいこんな感じではいそれじゃあまた、えー、今日はここまでということであのー、また来週やりましょうはいじゃあどうもありがとうございました